シャラゴは猫ちゃん。ああ、この人まだ紹介してなかったか。人じゃねえ、猫。この猫まだ紹介してなかったか。この子も商人です。指輪売ってくれるんだよね。まあ、この、銀猫の指輪っていうのが攻略に必須だったりするんだけど、まあ、必須でもないか。いや、必須か。必須クラスではあるね。まあ、今回はちょっとお金がないので、なぜ13,400だからな。結構高い。まあ、お金がないので、今回はちょっとね、誘い使いをちょっと買っておいてと。ここ。よっこいしょ。ここにね、ちょっと用事があった。まあ、またこれもマデューラからね、来れる場所なんだけど、はい。ここでね、石像があるんだけど、この人ね、実はね、石像じゃなくて人間なんだよね。なんか何の因果か、ちょっとね、ちょっと石になってバカンス楽しんでるから、この懐かしい香木をね、懐かしい香りを嗅がせてあげることで、まあ、人に戻してあげると。この人は別に話しかけなくて、うん、今はいいな。うん、今はいいわ。話しかけなくて。めんどくせえわ。この人はね、呪術師。呪術を売ってくれる人だから、まあ、呪術使ってる人はね、まあ、助けてもいいんじゃないかなと。はい。で、ここで敵がわらわら来るので、まあ、頭蓋でおびき寄せて、はい、こうやって、ね、後ろから、正々堂々とね、皆殺しにしてやるという。わー、もう一匹いた。くそ。この、忌み手が嫌がった。はい。で、バジリスク。こいつがね、いった。こいつが、石化ブレスを吐いてくるんだよね。で、その石化ブレスにやられたのが、あの人っていうね。あ、やべえ、間違えた。もう一個投げてた。もったいね。もったいね。結構貴重なのに。ここにかがり火があるから、これは炊いておこう。炊くだけで休む必要はない。休むとまた今度敵が復活しちゃうから、ここの。さっき今倒した敵復活しちゃうから、休まなくていい。で、なんだっけ、こっちに確か、エストのかけらかなんかがなかったかな、確か。これ、かけらだよね。それ、コップだっけ？あ、かけらだ、かけら。うん。じゃあ、後でまた、エストの個数増やそう。で、ちょっと先進んで、ここでちょっとなんか、用を足してる人がいるので、こいつも切り上げてあげましょう。いや、バックスタブがね、めちゃめちゃ好きなんだよね、俺、この特大剣の。この豪快なバックスタブが。これがめちゃめちゃ好き。いかん、メレティラばあさんから雫石ちょっと買っとけばよかったな。まあ、ええわ。で、ここもちょっとね、頭蓋を使った方がいいかな。いや、ここはいいか。そこにさ、石投げてくるやつがおるんよ。そう、こいつ。この石投げ、あ、いって。これがね、ほら、見た？こんだけ食らうんすよ。たかが石で。ただの石でめちゃめちゃ食らうんだよ。ドワンザクかよっていうぐらい食らうから。だからね、ちょっとこれは注意していった方がいい。うん。なんだ、ただの石ころじゃねえかって思ったりするとね、すげえ大ダメージでね、びっくりする羽目になるから。ダクソ2結構あるんだよな。てか、ダクソって結構あるんだよな。なんか、ダメージすんげえ低そうな攻撃してるくせに、なんかめちゃめちゃなんかダメージがでかいっていう、実際は。で、まあ、これもちょっと誘い使いをポイント投げといて、まあ、お食事中、ちょっと失礼します。ちょっとアイテム取りたいんで。これ人の像だから、これ。あ、攻撃しちゃった。こっちか。あ、オッケーオッケー。人の像欲しいんで。はい。お邪魔しました。あとはゆっくり食っててくれ。うん。あとはここのかがり火を焚くと。よし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 。じゃあ一回マデューラ帰って、これでストビンの数増やして、で、俺さ、コップンって持ってなかったっけ？コップン持ってねえか。さーて、こっからね、結構ね、まあ欲しいアイテムとかめっちゃめちゃいっぱいあるから、それをどんどん回収していこう。それをどんどん回収していこう。まずはこっち側かな。まずはこっち側で、こいつらもなかなか厄介なんだよね。そう、攻撃の出が早いんだよ、こいつら。こいつらね、動きが早いからね、まあ、ただのなんか剣士だろうとかって思ったりさ、いって、ヘッドショット食らった。あとなんかやたらとね、弓を偏差で撃ってくるんだよね、こいつなんか。ほら。なんか、なんなんだろう。コントローラーのスティックを倒した方向に、なんか撃つように反応するのかわかんないんだけど、なんかやたらとね、こう移動する方向に撃ってくるんだよね。どういう AI してんだろうって、ね、すごい不思議でしょうがない、あいつに関しては。で、こいつは一匹ちょっと釣って、ほら、なんかすごい動きしてくるでしょ、こいつ。まあ、しっかりガードして、後ろを取って、バックスタブを決めて、やった方がいいね。うん。これで一発だから。で、ここも、弓矢持ちだけがいるのかなと思ったら、奥に、あれ、潜んでるから、こうやって。こうやって潜んでっから、ちゃんと釣ってあげると。で、一匹だけ、弓矢持ちは距離離せば、また弓矢に切り替えてくから。はい、オッケー。あ、いいね。シールドバッシュしてくるとは、随分余力があるじゃねえか。バックスター取れなかったが。で、あとは残ったのはこいつだけ。まあ、あとはお前だけだ。うん、あとはお前だけだ。大丈夫。すぐに仲間の元に送ってやっかな。よっこいしょと。待って。
あーやべ、パリやられた、ちくしょう。そうパリしてくんだよねこいつ、生意気にしなくていいのに。まあ、パリとかやってくるからまあ普通にねバクスタを決めた方が安全です。さてと、でこの裏にあったアイテム、これも人の像だね。あと光るくさび石2個、これがうまい。あ、使わないけど、多分使わねえんじゃねえかな。光るくさび石強化の武器って使うかな。でまあこの先はねちょっとまだ行ってもしょうがないんで、まああそこにあるアイテムも別に欲しいわけじゃないから、まあここら辺はこのアイテムだけ取ったらもう次のところ行っちゃいましょう。でここにねなんかちょっと意味深な獣がいるでしょ。なかなか意味深な獣がいるでしょ。ほらこうなんか誘い込まれてるかのような、うん、実際誘い込まれてるんだけどね。でまあ、あーはーはー待て待てーって言うと、もっと可愛い獣がこうやって出てきますと。はい、まあこいつはすり抜けて、相手にするだけちょっときついんで、ここがね結構ね狭いからやりづらいんだよね。あのほらヒップアタック誘発してさ、まあ、倒せみたいなこと言ったじゃん俺。結構辛いからやめてもいい、やめた方がいいと思う。あとこいつらもいるしね、生意気にも石化攻撃持ちだから、もうなんか即死攻撃されるからねこいつ。何や、何追ってきてんの、嘘だろ。ほら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 、こうなるこうなるこうなる。まあこの辺まで釣り上げればまあいけるかな。まあいいや、ちょっとめんどくせえからいいよ、お前は生かしといてやろう。で赤い遺跡の指輪、瀕死の時に攻撃力が上がるっていう、まあ石類と言われるやつだね、いわゆる。こいつはつけておこう。あんま使わないけどな俺石類、うん、そんなにそこまで上手くない。石類を運用できるほど上手くはない。で大本命ここだね、この霧の先、このね霧のところなんだけど、この霧のところはね実は攻略法がはっきりしていて、左スタート地点から左にゴリゴリ進んでいけば一応ね中継地点につけるという。来てないよねと、来てるかな。ここね透明のね敵がいるんだよ、透明の敵、うっすら影だけ見えるレベルの透明な敵がいるんだけど、どうやら来てないな。よしよし、で分かりづらいけどここにね NPC います。この赤いやつ、この赤いやつがね、まあ、NPC です。はい、まあ、バンガルさんですね。俺この人結構好きなんだよね。ダクソーの中で多分3番目くらいに好きな人かな、好きなキャラかなこれは。他人と口を聞くなどいつ以来だろうか、あのさっきのルカなんとかさんと同じようなこと言ってきます。はい、まあまあこれでね長い話して結構話長いんだよこの人、うん、でなんかだから戦いに敗れて疲れてここに来ちゃったみたいな感じになってる。で、まあ、あとはもうあの静かに暮らしたいんだよねっていう。でただこいつったら一つ注意しておくと、あの自分の体、首、あの首をなくして自分の体があのまだ戦い続けてるから気をつけろよっていう忠告だけはしてくれます。で、あのちょっと人と話す喜びを得たみたいなこと言って出れてくれます。でこれでこんな感じでね、あれアイテムが買えます。首切りっていうジェスチャー学べるんだけど、何の冗談だよって思った。でこの人から買えるこのクレイモア、これがね俺お気に入りだった本当に。ちなみにっていうか第1周目はこれ使ってた俺、クレイモア。このクレイモアはねマジでおすすめする。俺はめちゃめちゃ強いからね、強いし使いやすいっていうね。でこの人は黄金松屋に言ってくれるんだよね。まあせっかくだし2個ぐらい買っとくか。でこのクレイモアはあれだね、あのジークリンデ、まあ、ジークマイヤーさんの娘さんが使ってる武器がこのクレイモアだね前作で。だからツバイヘンダーのジークマイヤーさん、クレイモアのジークリンデ、そんな感じになるわけだな。うん、まああのジークリンデをさモデルにしてさ、リンって名前つけたんだったらクレイモア使えよっていう、そういうやぼったいあのツッコミはなしということで。はい、じゃあまあ買うものは買ったんで、またねいつかこのバンガルさんにはお世話になると思う。てかね、あの黄金松屋にをね売ってくれるっていうのがマジで貴重だから。であとはちょっとアイテムも拾っていきたいんだけど、先にねこの先に進んでかがり火つけちゃいます。でここもまたこういう感じで左にゴリゴリ進んでいけば、この中継地点から左にゴリゴリ進んでいけば目的の場所につけると。はい、ここ、これがゴール、この霧のゴールです。やっちゃったー、動画撮ってる時のあるあるみたいなこと やらかしやがって。ほんと動画撮っててさ、はい、はい、決め顔みたいなことをしようとしてさ、カメラ動かしてそのまま落っこちるっていうね、バカみたいなことした。はい、とりあえずまあこれで抜けられましたんで、あとはここのかかり火をつけちゃいましょうと。よいしょ。でさっき言った透明騎士はこいつね、こいつ、これ、これがあの霧の中にいると思うとさ結構厄介だと思うでしょ。でなかなかこいつはすばしっこいんだよ。こいつすごいすばしっこい上に火力もまあまああるっていうね。でまあ円柱クロスボウとダガーとか、あとはまあショートソードとかで、あれ攻めてきます。こんな感じでね、
まあ動きが速いからね、ちょっと俺がみたいな動きの遅い武器使ってる人間にはちょっと辛いとこだね。うん、とりあえずアイテムだけ回収しちゃいましょう。今できるねアイテム回収をしちゃいましょう。でここはまあここからジャンプして、よっこいしょと。本来だったらね、あのさっき使ったこれ懐かしい鉱木使ってここを開けてこなきゃいけないんだけど、ここからでもいけると。でまあ一本グイッと飲んで、はい、ザイン兵、ちょっと待って、ここにまたザイン兵がいるんで、こいつもまたやってしまいましょう。なんかバクスタ取れねえな俺、下手くそすぎない？バクスタ取るの。ここはなんかバクスタを取るのが下手くそだな。よっこいしょと。まあこれで終わり。はい、一刀両断で、まあこれ取って、こうこの勇者のソウルが欲しかった俺。中に確か骨粉だったかな、尊き者の骨粉が入ってるはず。あったあったあった。これでエストの回復量が上がりますと。であとはちょっとこっち側にジャンプして、よいしょと。でこの中にもね、なかなかいい武器が入ってるんでございますよ。この宝箱の中にあるのは黒騎士の斧装。はい、前作でね、前作ダークソウルでね、もうなんだっけ、最強武器と言われ、ね、誉れ高い黒騎士の斧装、ちゃんと今作もありますよということで。ただね、だいぶねモーションだとか、あとはそのなんか属性値だとかいろいろね、まあ変わっちゃってるから、ちょっと前作のような使い勝手はないけど、まあそれでもまだまだ十分強い武器と。であとはまあここからくるりと、はい、もうええわ、先進もう。でここはね、あの呪いが詰まってる壺とかがあったりするから、このほれなんかヒゲのおっさんみたいなのが書いてあるやつなんでしょう。これが一応まあなんか呪いの壺みたいなもんだから、これはまあ壊していきましょう。ここね落とし穴なんだよね。あ、アイテムだーって言って、はい、この雫石1個に釣られてね、あの奈落の底に落っこちるっていうね、そういうやつになってます。はい、まあ皆さんは気をつけて、まあぜひ気をつけて落っこちましょうね。はい、1回ぐらい落ちとかないとね、1回ぐらい落ちとかないと一興ってもんですよ、1回ぐらい落ちるのが。よいしょと。さてまあここね、ちょっと鉱木がねまだ足りないから、鉱木がないといまいち探索が進まねえな、やっぱ。うん、まあここはまたおいおいちょっとよ、あれ探索するとしよう。ほらね、こういう風なことになるんだよ。まあこっちの落とし穴は別に落ちてもあんま関係ないけど、これソウルの塊かな、あった、やっぱり1個前のねやつにね、あれ落っこちるとちょっとねバジリスクに囲まれたりして危ないんだけど、今の ところはまあそんなに気にしなくていい。ちなみに話しかけなかったけど NPC のおっさんいます。はい、結構めんどくさい結構めんどくせえおっさんが、うん、あのイベントがかなりめんどくさいおっさんがいますんで、はい、まあ よかったら、うん、話しかけたい人はぜひ。でこの宝箱だけはマストで取らなきゃいかんのだよ、いかんのだよ、マストで取らないと。こいつほんと鬱陶しいんだよなマジで。草虫の塊1個と竜の骨の化石、強化素材、貴重な強化素材が2個入ってる。よし、じゃもういいかな、とりあえず現段階ではいいから、もうボス倒しに行っちゃおう。というわけで今回の第2のボスやっていきましょう。こいつはねそんなに強くはないんだけどね、ちょっとまあ苦手っちゃ苦手かな。あ、切っても意味ねえんだ、こいつはダメージ蓄積しねえんだ。おい、このうつろの影の森のボス、サソリのナジカさんね、結構美人なのかなと思うんだけども、かなり怖い顔してます。縦構えでいっか、ガン、あぶね、嫌なムーブしてきやがったと思った。あ、これはどうだっけ、あー飛んでくるか、やっぱこの技ね、なんかあんまり俺の時やってこないんだよね。でまだね対策が練れないんだよこの技。なんか頻繁にやってくる技らしいんだけどね、今のあの誘導弾、誘導魔法頻繁にやってくる技らしいんだけど、なんか俺の時全然やってこなくて、まだ対策が練れてない。あの技だけはマジでちょっとまだ見切れてないんだよな。あ、壊してくれてる。あのこのサソリのナジカにね、壊してもらわなきゃいけないね、なんか台があったんだけど、それなんか図らずも壊してくれてたよ。もう壊してくれてたわ、びっくりした。あ、もうやってきた。俺はなんだっけかな、左に走ってりゃ、あ、オッケーオッケー、走ってりゃなんとか避けられるか。でしかもなんか図らずも赤類入ったんだけど、ほれ赤類入った、今ので瀕死になって赤類入ったわ。
ちょうどいいわ、セキュリでやろっか、ちょうどいいから。セキュリやろ、久しぶりに、久しぶりのセキュリ。あー、ダメージ伸びるね、やっぱ伸びるな、セキュリ。さっき200いくつだったのが今300いくつでしょ、結構伸びるね、やっぱ。3発切っても、あー大丈夫そうだけど、ちょっと隙がでかいかな、やっぱ。いやスタミナの回復速度が重い。あーしまった、俺1個アイテム取り逃してるわ、ちょっと取り忘れてたね、アイテム。あのスタミナ回復力を早めてくれるね指輪があるんだけど、それを取ってなかったわ。でこのディアブロスはこの石の、あのなんか床、石の床のところで待ってりゃ勝手に出てきてくれますよと。はい、あれ、あ、しまった、回復、あ、再生者の指輪つけっぱなしだったから石類が消えちゃったんだ、どっかで。やば、やらかしたわ。あ、それはちょっと嬉しいな。え、あれ当たるんかい、おりー。ふう、なんかいまいち慣れないね、ほんとこいつは。オッケーオッケーオッケー、さてと、じゃあこいつを取りましょう、火の蝶。大したアイテムじゃねえんだよな、結構めんどくさいギミック使わせる割には。ファーロスの扉道、はい、このままもうずっと進んでいっちゃいましょう。ここは本当にもうね、なんだろうね、うん、スルーもしていいよっていうこと前提なのかどうかわかんないんだけど、このエリアだけはマジで本当にね、なんか真面目に攻略する気が起きん。なんかそんな必須になるようなものもないし、あんまり。あー、これいい、この月いいな、これ吹っ飛ばせるのか、そういえばこの月いいな、魔力いいし。でここはちょっと片手持ちにして、ここの結晶トカゲがいるので、こいつをツバイのこれで、あー、やべ、やらかした。あー、なんだろう、ほんとマジで慣れないな、ツバイ。ほんとマジでツバイのなんか勝手にまだ慣れてねえ、ほんと。あ、台掛けありがとうございます。まあ階段登って、はい、奇跡街ジェルドラ、ここに出れますと。でここのかがり火ともして、これで OK かな、とりあえずは。ソウルあるうちにこれ買っとこう、銀猫の指輪。あとはまあコッペンちょっと買い足しとくかな。で誘い頭蓋もまあ買っておこう。あとはレベルなんだが、どこ振ろうかな、まあ、そろそろちょっと筋力に振ってちょっとステータス上げていくか。攻撃力上げていこう、攻撃力で。ちょっと取り忘れたね、まあ、指輪、取り忘れた指輪、ちょっとそれを取りに行きますわ。確かこれも、あ、あったあった、これだ。そうそう、これもね、だっけ、あそこの場所から左 に壁にね沿って進んでいけば、だい、あれ、そうそう、つける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 、よし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 、だ、しまった、今結構ねもたついたから後ろから来てんじゃねえか。あ、来てる来てる来てる、やばい、やっぱり。オッケー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 、取った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 、よし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 、危ねえ危ねえ、バクスタ取られるとこだった、危ねえ危ねえ。つうわけで緑化の指輪、スタミナの回復速度が上がるやつだね。いやー、これでだいぶ楽になってくれると信じたいんだがな。重量武器担いでるとどうしてもスタミナのね、ほれ回復が遅いんだよ。あのダークソウル2はね、あの右下の装備重量が重ければ重いほどスタミナの回復量っていうのが遅くなるから、まあできればこういう指輪とかちょっと補充したいね。あとはちょっと体力上げるか、やっぱ装備重量、装備重量伸ばすか、ちょっと。よし、というわけでまあ今回はここまでにいたしますかね。というわけで、じゃあ次回はジェルドラ攻略ってことで、ではご視聴ありがとうございました。ではさよなら。